こんにちは、皆さん。今日は、イヤモニにスポットライトを当て、2024年におすすめの人気イヤモニ5000を紹介します。ライブパフォーマンスや音楽制作での使用にも最適なイヤモニを一緒に見ていきましょう。まずご紹介するのは、オーディオテクニカのダイナミック型、インナーイヤーヘッドホンです。このモデルは、迫力のある低域と、エモーショナルな中高域を実現しており、バランスの取れた音質が特徴です。音楽鑑賞から、ステージパフォーマンスまで、幅広いシーンで活躍します。特に、モニタリング環境の質を一新する力を持っており、ユーザーからも高い評価を受けています。また、耳にはぴったりフィットするカナル型のデザインで、1日中の使用にも向いています。音楽を心から楽しむためのイヤモニとして、強くおすすめしたい一品です。続いてご紹介するのは、ゼンハイザーの IE100 Pro ワイヤレスです。このモデルは、ワイヤレス接続ができるダイナミックインイヤーモニターとして、様々な環境で快適に使用できます。ノイズを抑えた一貫した周波数レスポンスが特徴で、低音と高音のバランスが絶妙です。バッテリー駆動時間は約10時間と長く、実際のライブパフォーマンスはもちろん音楽鑑賞にも最適。Bluetooth によるストレスフリーな体験は現代のユーザーには欠かせない要素です。音質に妥協せず自由に音楽を楽しみたい方にぴったりのモデルです。次にご紹介するのはQEARSのカデンツァです。このイヤモニは 10mm 径のベリリウムドライバーを搭載し、バランスの取れたサウンドを実現しています。デザインは 3D プリントで製作されており、耳へのフィット感が抜群です。低音域に強さを持ちながら中音域のきめ細かさも兼ね備えており、どんなジャンルの音楽にも対応できるオールラウンド性が魅力です。このカデンツァを使って、素晴らしい音質を体感してみてください。最後にご紹介するのは、ソニーのステレオヘッドホンです。このモデルは、すべての BA ドライバーユニットが、それぞれの役割を持ち、お互いを補完し合うことで高音質を実現しています。マグネシウム合金ハウジングによる、音の透明度が向上し、自然な高音を体感できます。耳に優しい設計で、長時間の使用でも快適さを保ちます。音楽を本当に楽しむためのヘッドホンとして、おすすめしたい一品です。QEARSのドルチェは、新世代のカーボンナノチューブ複合ダイヤフラムを採用しており、オーディオ解像度と音質バランスが非常に良好です。耳にフィットするデザインで、聞き疲れしにくい性能も魅力です。